はい、どうもひろきです。意味が分かんない演出から始まったんですけども、なんとなく分かりますかね。はい、僕が着ているものです。これユニクロで見つけたんですけども、見て、これ映ってるかな、スターウォーズのパーカー、パーカーじゃない、トレーナーを、見つけたので今回は買ってきました。このね、ギンギラした感じ分かりますかね。こう感じしてるかな。これがね、すっげえなんか活かしてるなと思って、買ってきました。しかも驚いたことに、もうね、やっぱりこんなって言っちゃダメだ。こういうデザインだから売れ残ってたんでしょうね。1290円ぐらいでね、もうすごい値下がりして売ってたので買ってきてみました。ファンとしてはね、まあ、これは持ってないといけないだろうということで、今回買ってきてみました。まあ実際ね、これを着て街に出るかって言われたらね、っていう感じですけども、家でね、着る分にはいいじゃないですか。これ好きなものを着てね。ただ意外とこうギンギラしてるので、ね、なんか黒いもの、ちょっと今これしかないな、なんか黒いパーカーとかそういったものとかと合わせると、ほら意外とね、ここだけ銀色がちょっとキラキラって見てね、おしゃれ感がね、おしゃれ感があったりしてね、結構ねいい感じに見えたりするんですよ。これスターウォーズと思って書いてあるんですけどね。というわけで、何よりも一番ね、すごいと思ったのはこの反射力ですね。結構僕とかカメラとか撮ってるわけなんですけども、そういう時ね、反射板って使うんですよ。もうね、ここに反射板があるみたいな感じで、もうこうやっちゃえばね、ほらこう光がね、こう撮るものに向けてね、何言ってんだろう。今回はね、こういった面白い、トレーナーをね、買ってみました。皆さんもね、ぜひ、ユニクロ結構ね、なんかね、いろんなセサミストリートのね、柄のですとかね、なんか面白いねものも売ってるので、そういったものを探してね、着てみるのも楽しいんじゃないでしょうか。気になった方はぜひチェックしてみてください。ひろきでした。じゃあ。